私に会いたくなった？ご覧の通り、今日は特別な日。そう、私の誕生日よ。美しい少女がその心にある思いをあなたに届けるために便箋を残した。そう考えると私の字もいつもより可愛らしく感じない？とはいえなんだか実感がないわね。何せ去年の私と比べてもあまり違いがないんだもの。相変わらず端正で美しい。私の時間は花のように美しい瞬間で止まったまま。エデンに言われなかったら一年が過ぎたなんて気づかなかったわ。危なかったわね。大事な日を忘れるところだったもの。冗談よ。成長は私にとってはもう過去のもので、今の私は楽園の記憶体に過ぎないけれど、変わらない時間の中で変化していくこともあるわ。あなたとの出会いもその貴重な変化の一つよ。それより面白いものはないわ。そう思わない？エデンが私のように甘いケーキを用意してくれたの。彼女のセンスはいつも光ってるわね。この素晴らしさをより多くの人に共有したいと思ってるんだけど、女の子の誘いを断らないわよね。あなたと共に過ごす一度目の誕生日、どんな願い事をしようかしら悩むわね。一緒に考えてくれない？お礼として一番大きいケーキをあなたにあげるわ。花のように美しい少女より。